ノイ・シュトレーリッツは、ドイツイコールフォア・ポン・メルン州、メクレンブルギッシェ・ゼーエン・プラッテ郡にある町、メクレンブルク湖水地方のついあけ湖に面する。1738年から1918年まで、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公国の首都であり、1994年から2011年までは、メクレンブルク・シュトレーリッツ地区の区長があった。シュトレリッツは手を意味する、ポラーブ語の単語、 ストラルシーに由来する。シュトレーリッツの名は1278年に初めて文献に登場し、当時は村であった。14世紀には小さな町となり、17世紀にはメクレンブルク・ギュストロー公国の一部となった。1695年にメクレンブルク・ギュストロー家が耐えると、1701年にメクレンブルク・シュトレーリッツ公国の首都となった。メクレンブルク・シュトレリッツは、 現在のシュレースビヒホルシュタイン州、ラッツェブルク周辺に飛び地を持っていた。1712年、火災により港の居城とシュトレーリッツ市街は消失した。このため公家は、シュトレーリッツ北西の津アケ湖にあった狩猟小屋に避難、したが、この周りに新市街として、ノイシュトレーリッツが建設された。1736年には、正式に、 メクレンブルク・シュトレーリッツ公国の首都に定められた。ノイ・シュトレーリッツは1918年まで大公国の首都であり続け、さらに1933年までメクレンブルク・シュトレーリッツ自由州の首都であった。1934年にはメクレンブルク・シュベリーン自由州と合併してメクレンブルク州の都市となった。シュトレーリッツの旧市街は1712年の火災後も残ったが、 小さな村となり1931年にノイシュトレイリッツ郊外となった。1945年4月30日に第二次ロシア戦線の赤軍部隊が侵攻した際には市民681人が自殺した。市内中心部はバロック建築が特徴となっている。その中心は1768年から1778年にかけて建てられた市教会と マルクト広場、カルル・フリードリヒ・シンケルの弟子、フリードリヒ・ダブリュブッテルが1841年に建てた視聴者である。バロック様式のノイ・シュトレイリッツ宮殿は1945年に戦火で破壊されたが、外壁は残っており、再建は可能な状態だった。しかし、封建主義の残詞として1949年に共産主義政権により爆破された。 ドイツ祭統一後、宮殿再建の声は絶えずあり、まず宮殿の庭園が整備されて2019年に公開された。同年、宮殿の先頭の再建計画も始まり、その他の部分も将来の再建に向けての計画がある。夏の力友として建てられた18世紀のオランジェリーや、1855年から1859年にかけて建てられた。 イギリスネオゴシック様式の宮廷教会、新古典様式の平米寺院、さらに百8 9 1年にギリシャ神殿形式で建てられたルイーゼ神殿は一見の価値がある。ルイーゼ神殿はメクレンブルクシュトレーリッツ大公家出身のプロイセン王妃、ルイーゼの墓所として建てられたものである。グラムベック湖では夏には保護区域内のみではあるが泳ぐことができ。 湖を見下ろすレストランで昼食を取ることもできる。ベルリン北部線及びノイッシュトレーリッツバーネミューンで線の駅があり、ベルリントロストックに直結している。2000年からイマーグーと音楽祭が開催されており、毎年約5000人の訪問者がある。カールツー・ゾルムス・ブラウンフェルス、エミール・クレペリン・ノイッシュトレーリッツは、以下の各都市と姉妹都市提携を結んでいる。 ありがとうございます。